はい、どうも太一です。今回は結構前に展開された機能だけど、Microsoft Teams の会議で音質を良くする高品質ミュージックモード、これを試してみます。これは利用シーンとしてはオンラインの音楽レッスンとかオンライン演奏会みたいなパフォーマンスの配信、また普通の会議とかイベントでも参加者に高品質の音楽を配信するときに適している機能ですね。どう高音質になるのかを文字とか言葉で説明したところで、まあ、そのサンプリングレートがどうのこうのとかその数字を言っても多分ピンとこないと思うので、実際に僕がいろいろ試してみるので聞き比べてみてください。どんなことを試してみるかというと、マイクに向かってビートボックスをする、あとはギターを弾く、コンピューターサウンドを含むにした画面共有で曲を流す、この3パターンでそれぞれ高品質ミュージックモードのオンオフをこう比較してみます。文章の細かい解説はマイクロソフトサルコサポートのドキュメントに記載されているので、そちらを参照してみてください。またこれらの利用シーンで使う音楽は著作権的なね、権利関係に気をつけてください。今回僕が流す曲などは自分のオリジナル曲を使うので問題ないです。あ、ちなみにこれからデモをするにあたってもうすでに収録済みなんですけど、高品質ミュージックモードを結構な確率で高音質ミュージックモードって言ってしまっているので、そこはちょっとご容赦ください。それではどうぞ。今これ高音質ミュージックモードをオフにして話しています。でこの状態でビートボックスをしてみるとどう聞こえるかっていうところなんですけど、やってみます。これでハミングとビートボックスやってみるとどうなるか。次に高音質ミュージックモードをオンにしてみました。じゃこれでビートボックスをやってみたいと思います。ハミングを入れてみるとどうなるか。どうですかね、違い分かりましたかね。はい、じゃあ次にギターを弾きながら喋るみたいな感じでやってみたいと思います。じゃあまずは高音質ミュージックモードオフの状態、これやってみます。どうでしょう。これで喋ってみるとどういう感じですかね。おい。ちょっとギター弾きながら喋るの大変なんですけど、これちゃんと聞こえてますかね、ギターの音と僕の声。どうでしょう。じゃあ次。はい、高音質ミュージックモードをオンにしてみました。じゃあこれでまた試したいと思います。どうですかね、音質変わりましたか。また弾きながらちょっと喋るの大変なんですけど、ちゃんと聞こえますかね。はい、どうでしょう。はい、じゃあ次は画面共有でコンピューターサウンドを含むっていう風な感じにして PC の音を含めて今画面を共有している状態ですね。でこれだと PC で音楽を再生するとそれが会議の参加者の人にも聞こえるっていう感じなんですけど、これでちょっと高音質ミュージックモード、高音質ミュージックモードをちょっと試してみたいと思います。じゃあまずはオフの状態からですね。じゃあちょっとスタートします。まずは高音質ミュージックモードがオフの状態で今再生しています。音がちょっと劣化しているのかな。僕が喋っている通りですね、声と楽器の音楽バランスどうなるのかですね。これを高音質ミュージックモードで
はい、いかがでしたでしょうか。だいぶ音質が変わったことがわかると思います。またコンピューターサウンドを含んだ画面共有時は問題なかったんですけど、マイクを通して曲を流したり演奏したりとかするとノイズ抑制機能が規定の状態だと声以外はノイズと思われて全然聞こえなかったと思います。それを高品質ミュージックモードにさえすればノイズ抑制機能もカットされて声以外の音もしっかり聞こえましたよね。逆を言うとハミングしながらビートボックスをしたあの時ですね、高品質ミュージックモードがオフにしてある状態だとハミングだけが聞こえてきたので、これ今回の趣旨とは違うけどノイズ抑制機能の優秀さも改めてびっくりさせられました。ということで利用シーンが限られると思いますけど、ぜひ試してみてください。おっと、肝心なこと忘れてました。高品質ミュージックモードのやり方を解説しないとですね。まず会議に入る前に事前に準備が必要で、 Microsoft Teams の設定でデバイスの中に高品質のミュージックモードっていうのがあるので、そこのトグルをオンにしましょう。この状態で会議に入って上部の点々点を開くとメニューがあるのでクリックをするとオンになります。もう一度クリックをすればオフになります。それでは素晴らしい Microsoft 365 Life を。